ということで準備は整いました。クラブバトルターゲットボリューム10いよいよファイナル、見ている皆さんもそう、この会場にいる皆さん盛り上がる準備できますか。オーライ、行ってみましょうか。決勝戦、ジュニアループス AK フォーブレイズ VS ラリーストリートピスト AK リアルアスラ DJ シャズ、アイムラリー、レッツバトルスタート。Thank you.
さあ、改めてさあ、改めて決勝で、ね、まずは踊ってくれた、バトルしてくれたこの2名に大きな拍手。さあ、今日ここに来るまでこの2人にもたくさんの物語がありました。そう、こちら側、こちら側、ラウディ選手は名古屋狩りを行ってきました。ベスト16からとにかく名古屋人と当たり全員倒してきました。かといってこちら一方は前回惜しくも準優勝、そう優勝一歩手前で負けたこの男。さあ今日いよいよラストボリューム10、10周年ラスト、この記念優勝に輝くのは一体どっちか、行ってみましょうか。それでは行きましょう。ターゲットクランプバトル、本日見事優勝に輝いたのはこちら、本日優勝しましたジュリアレプセーゲーフォープレイズさんにはまずは優勝のトロフィーをケディアルさんから飛んでです。おめでとう、おめでとう。そしてアスラさんより本日の優勝のプレートですかね、おめでとう。賞金2万円ですね、賞金2万円のプレート、おめでとう。そしてクシャナさんからは、それでは最高のキュンを目の前でいきましょう。あ、キュンです。一番いいね。今日ここから始まる恋があります。おめでとう。それでは、せっかくなんでここは一言いただきますか。じゃあこちらに来ていただいて、ジュニアレブさん一言お願いします。お疲れ様です。もう決勝まで来ると本当にバテバテで、仲間に本当に足マッサージしてもらってなんとか踊ったって感じなん で前回、杉さんも言ってくださったように前準優勝で終わったんで、その時の決勝が話し合いからのまた延長だったんで、それになるかどうか分かんなかったですけど、それが本当怖くて、でも本当に優勝できてリベンジできてよかったと思います。で戦った、ヒルアスラーもですね、本当に日本で素晴らしいクランプだと思います。クランパーなんだと僕も思ってますので、今日は本当に勝てて、そういう意味でも本当に嬉しかったです。戦ってくださった皆さん、そして主催していただいた皆さん、ジャッジの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。改めてね、本日ね、優勝に輝きました。どうも、時間を取り上げていきましょうかね。立ち直っておりましょう。本日、クライムバトルターゲットボリューム10、見事優勝に輝いたジュニアレプセ AK4 ブライズに大きな拍手をおめでとう。おめでとう。そして、惜しくも負けてしまいましたけども、ここまで素晴らしいクランバトルを繰り広げてくれたラウディビースト、ラウディストリートビーストさん、いますか。リルアスラさんにも大きな拍手。間違いなくこの2人はまたこれから日本を背負うクランパーになると思います。そして改めて本日ジャッジしていただいた3名に大きな拍手、ありがとう、ありがとう。そしてここまで素晴らしい音楽をかけてくれた後ろにいる DJ シャズにも大きな拍手、ありがとう。